ねえ、あれ生徒会の二人じゃない？ほんとだ。何してんだあいつら。てめえらよ、人にぶつかっといて謝っただけで済むと思ってんのか？誠意見せろよ。出すもあるだろうが。出すもの、なんだろう、涙かな。ふざけんなお前。ちょっと来いよこれ。ちょっとどうしよう。あれ、とりあえず交番に電話して。そんなもん必要ねえ。私が2分で閉廷してきてやんよ。待て待て、閉廷ってお前。危ないからよしなさい。二人の言う通りだちびこ、ここは俺に任せておけ。栗木さん、悪いが荷物を預かってくれるかい？でも、ま、警察に通報するのが一番いいけどな。じゃあ止めろよ。もういいよ、私が電話するから。おらおら、てめえおら、いい加減におれ。おれ、怖え。おらって言われるの怖え。待てー、そいつらを話してもらおうか。栗木さん！なんだてめえ、関係ねえだろ。出すもん出したら返してやるって言ってんだよ。それともてめえが出してくれんのか？出すもんだと？さ、出したぜ。なんだ、物足りないのか、欲張りめ。やるよ、欲張りめ。なんだこいつ。まあいいや、こいつも一緒にやっちまうか。いや待て、よく見ろあいつの体。俺は知っている。お前たちのような不良の心を正すのは努力や友情ではない、無償の愛だ。イヤホー、抱きしめてやるぞ。こんなチャンスが絶対ないんだ。イヤホー、逃がさんぞ。君の話は矛盾してるな。じゃあその不良はどこ行っちゃったの？ああ、そうかそうか、あっちか。いいから乗りなさい。やったな、マキマキ、お手柄じゃん。うるさいよ。